極力回路の平成12年の問題2の解説をします。こういう回路があってですね、それでこう電流ですね、電源からの電流はいくらかということで、これはまあこちらのですね、合成抵抗を出せと、こういうことになりますね。はい、それでまずここですね、ここの合成抵抗は、55ので、これ20になりますね。ここ20になります。そうするとここ書きますのね、こういってこれがこうですね、ここがですねこうなって、で、こうなりますね、20オームと20オームですから、だからここ合わせれば10オームになりますね。はい、ここは10オームになる。そうなりますとですね、ここ書き換えますと、そうですね、今度ここですね、ここの部分を書き換えますと、どうなるか言ったらですね、こうなって、こうですね、ここがこれで10オームなんですから、10オームで、5オームで5オームですね。そうすると、で、まあ、ここはまだ20オームですから、この部分ですね、この部分は、何本なのか言ったら20オームですね、この部分は20になります。はい、そうすると、今度はですね、ここですね、こことこの20オーム一緒にしますと、これが20オームですね、それからこれがここの20オームですね、それから、ここが5オーム、5オームですね、そうするとここは10なんですね、ここは10オームになります。はい、そうすると、これを今度またさらにですね、書き換えてみますと、電源があって、5オームがあって、で、ここ10オームですね、10オームがあって、それから5オームですね。で、これが80ボルトですから、ここの電流の I はですね、I は80ボルトを20ですね、あります。そうすると、これは4アンペアとなります。